皆さん、ポコニャチは。新型で新キャラを当てていくぞー。こないだ鳥獣震災を引いたばかりなのに、早速新ガチャにも手を出していくんだな。それはそれ、これはこれ。新ガチャは男のロマンってやつですよ。また星も率がやばいことになりそうだけどな。大丈夫、バチッと止めて新キャラを当てるから。それが後のフラグになるのであった。いや、意味はないわ。ちなみに、今回は30連引くよ。2体ぐらい出るといいな。お、いきなり来た。マジで？結構滑るぜ、ブブジャーン。ある意味完璧なオチね。オチというかまだ動画始まったばかりだよ。せっかく1体目で止まったのにな。頼むからもう一度止まってほしいね。まあそりゃそうなるわね。爆死じゃない分かなりマシだと思うぜ。確かに、未所持が出たんだし、これはこれでよしとしよう。でも、新キャラのどれかが出てほしいのにも変わりないわね。あと20連で必ず当ててみせるよ。そのためにはまずここで卵が止まらないとだよな。間違いないね。さあ、出てこい新キャラよ。相変わらず軽快に割れていく卵たちね。おい、頼むからそろそろ止まれって。まあ、確かに爆死はするよね。さあ、気持ちを切り替えていこうぜ。これがラストの30連目ね。せめて1体ぐらいは新キャラを引かないと。というわけで、ご威嚇です。全くの通常演出だったわね。そううまくはいかないよな。いや、でも絶対に止まると思うよ。あ、オシリスだな。よしよし、これで爆死ではない。えらい低い目標に変わったな。あ、でも新キャラは1体も出なかった。とまあざっとこんな感じだよ。いやだめだ。結局今回引けたのはベルゼブブとオシリスだったね。相変わらず新キャラを引くのは難しいわね。視聴者のみんなも、新ガチャには気をつけてね。それでは、ご視聴ありがとうございました。